オリビエ・ジャンドビアンは、ベルギー・ブリュッセル出身のレーシングドライバー。ゲンデビエンと表記されている場合もある。スポーツカー耐久レースの名手として知られ、ルマン24時間レース総合優勝4回など、輝かしい成績を収めた。祖,祖父は、ベルギーの大手科学企業、ソルベーの創業者、エルネスト・ソルベー。ブリュッセルの裕福な家庭で育ち、 貴族的な物腰を備え、陸上、馬術、スキーテニスなど優れたスポーツマンでもあった。大学生の頃に第二次世界大戦が始まると、ドイツ占領軍に抵抗するレジスタンスの一員として活動した。その後イギリスへ脱出し、イギリス軍特殊空挺部隊のベルギー人、パラシュート部隊に所属した。終戦後の1948年にアフリカのベルギー領コンゴへ渡り、 農業技師として土地開拓事業に関わった。そこで荒れたミホソ路ロの運転技術を認められ、ラリードライバーのシャルル・フレキンに誘われ、ヨーロッパへ戻るとモータースポーツ活動を始めた。1952年、フレキンの子ドライバーとして、ジャガー XK122 乗り、リエージュ・ローマ、リエージュ・ラリーに参加。1953年より、ミレミリア・ヤスパ24時間、 ニュルブルクリンク 1000km などのスポーツカーレースにも参戦し、スパフランコルシャンのカップ戦で、フェラーリ 166mm をドライブして初、優勝した。1955年、ルマン24時間に初出場し、総合5位。ドロミテズキでは、メルセデスベンツ 300SL を借り、フェラーリのワークスマシンを破って優勝。これがきっかけでフェラーリに抜擢され、 ラックツーリストトロフィーの遠征メンバーに加わったが、予選中のクラッシュで負傷し欠場した。1966年は、フェラーリのレギュラードライバーに定着し、F1 デビュー戦のアルゼンチン GP で5位入賞。その後は主に、スポーツカーレースの戦力として徴用され、世界選手権シリーズを戦うワークスチームやベルギーの、フェラーリ系、ディーラーチームで、数多くのレースに出走した。 1957年は、メジャーレースのランス12時間とツールドフランスで、フェラーリ250をドライブして優勝。1958年は、フェラーリ 250TR をドライブし、ビッグイベントのタルガフローリオトルマン24時間を、初制覇。ルマンでコンビを組んだ、フィルヒルとは車を丁寧に扱う、という耐久レース向きなセンスが共通しており、メイコンビとして定着する。 1959年は、セブリング12時間で、初優勝。1960年はフェラーリからポルシェへ移籍し、セブリング12時間を連覇。ルマン24時間はフェラーリに復帰し、2度目の優勝を、飾る。また、ヨーマンクレジットレーシングのクーパークライマックスで、F1 に参戦し、地元ベルギー GP で3位初表彰台、続く。 フランス GP で2位と連続表彰台を獲得した。1961年は、セブリング12時間、タルガフローリオ、ルマン24時間という好成績を記す。F1 は、ベルギー GP に、スポット参戦し、フェラーリの1から4位独占に名を連ねた。1962年は、タルガフローリオとニュルブルクリンク 1000km で優勝。そして、 ルマン24時間3連覇という偉業を残し38歳で引退した。ルマン24時間通算4勝という記録は1981年に東京の後輩ジャッキーイクスに破られるまで個人最多勝記録として残った。1998年、ベルギー国王アルベール2世からベルギー王冠勲章を贈られた。同年10月2日、フランス南部タラスコンの自宅で死去。 74歳没、ありがとうございます。